J さん、どうも動画の方ありがとうございます。速稼塾の久保です。 J さんも少林寺拳法されてたんですね。いやー、やっぱりね、憧れますよね。強い男、そして公正な人間になりたいと人は誰しも思うもんです。強くて公正、これはですね、ヒーローというね、要件を満たしてるんじゃないかなと思います。やっぱり強さをね、制圧のためとか人を虐げるために使うと、これはヒーローとは言えません。ヒールっていうか悪役ですよね。その悪いやつをやっつけるために、やっぱりね、男は体を鍛えて、頭を鍛えて、お金を鍛えていくんじゃないかなと思いますよね。はい、それでですね、私今回ね、一分をはじめとして少林寺もそうですしね、大好きなのは少林寺36号とかっていうのがありますけども、それからね、やっぱこう香港映画、中国映画、この辺の台頭ぶりを見ていると、ジャッキー・チェン、ブルース・リーもそうなんですけども、いや、深く感じるものがあってですね、悪い言い方をすれば、こういったエンターテインメントから私たちの心は持っていかれて、中国に好意的になっていくってところですよね。侵略されてると言ってもいいかもしれません、悪い言い方をすればね。でも良い言い方をすれば、全ての国に国境はないんだなというふうにも感じれるんですよ。いや、こういうふうな中国映画、韓国映画、それから香港映画ですか、こういうのを見てると、あながち政治的に対立しているけども、文化とか国民っていうのは仲良くやっていけるんだろうなと思っちゃうんですよね。特にイップマンで描かれているのは、日本軍に侵略されたりとかね、植民地時代イギリスに虐げられたりとか、それからアメリカにものすごく差別されたりとかね、そういったのがよく描かれていて、最終的には中国人が演習権で打ち破って勝っていくみたいなね、そんなストーリーだったですよね。このね、イップマンのね、外伝たるマスター G ってやつがあるんですよ。これね、俳優さんがね、ちょっと名前が覚えにくいんですよね。マックス・チャンね、マックス・チャンっていう英春拳の最後の方で戦っていた、マイク・タイソンが出ているやつなんですけども、英春拳対英春拳っていう戦いでね、こう敗れるライバルの方なんですけども、その外伝が始まったんですよね。敗戦始まったというか、外伝があったんですよ。外伝がもう一人の英春拳、イップマンに敗れた男っていうストーリーなんですけども、これがまたいいんですよ、すごく。イップマンには敗れたんだけども、またもう一人のね、英春拳の達人としてまた正義を貫いていくみたいなね、これがかっこいいわけですよね。ということでね、やっぱこう映画っていいなと思いました。なんかこう人をやる気にさせてくるっていうかね、多分 J さんも少林寺みたいな映画を見てね、やりたいっていうふうに思ったの、本当に私と同じだと思うんですよ。私もね、この年になってですけども、やっとカンフー自分なりに学べる時が来たなと思ったんですよね。ただまあこんな年ですからね、ボクシングにしてもカンフーにしてもやりたいと思った時にはもう向こうがお呼びじゃないんですよね。で、40代50代のためのボクシングとかカンフーとかってあるみたいなんですけども、さすがにね、ちょっとトレーニングするともう関節痛くめたりね、突き指したりとかね、体がもうついてきてくんないなってところがあります。まあその中でも少林寺ってあれですよ、年齢を重ねてもできる拳法、よく少林寺の修行僧ってのはおじいさんがね、一番強いみたいなのがありますけどね。あ、ちなみに少林拳法と少林寺拳法っていうのが違うんですかね。私はね、ずっとね、少林拳法も少林寺拳法も同じとか、まあ少林って名がついたら全部一緒だと思ってたんですよ。でもやっぱ細かく見ると違ったりするもんですかね。確か四国の方にね、Jさんが言われてたように少林寺拳法の総本山があるらしいんですけど、日本発祥の、いや、これね、私も行ってみたいなと思いました。また場所などね、ちょっと調べていこうかなと思いますけども、 Jさんも分かることがあったらまた教えてください。っていうか、このシリーズで Jさん動画撮ってもいいと思いますよね。イップマンとかカンフーとか、これ男の子の永遠のスタイルじゃないですか。ドニー・イエンさんを出してみたりとかね、リー・リンチェ出してみたりとか、リー・チャーフィー出してみたりとか、それからジェット・リーとかっていうのもありましたよね。ジェット・リーは改名したからジェット・リーなのかな。そういったいろんなね、香港のスターの名前出してみると、私もね、ウー・ジンとかシン・ユーとかっていうね、ちょっと目立たないんですけども、そういった俳優さん好きですね。はい、それでですね、イップマンなんですけども、私が調べたところによるとね、イップマンの英春拳っていうのは実はね、奈良時代に
コッポーってのがあったらしいんですけども、そのコッポーが由来して伝わっていって英春拳になったという説もあるんですよ、うん。まあ、こういうふうに見ていくとカンフーとか憲法とかね、護身術の歴史ってすごいですよね。まずは王様を守るためにこの近衛兵が体を鍛えたところから来たりとか、こう虐げられた国民が編み出したものだとかね、うん、それから寺が少林寺っていうお寺が寺の独立性を守るためにこう力をつけるために修行して憲法をね編み出したっていう説があったりとかね、なかなか興味深い。いや、こういうことをね歴史の教科書で学びたかったなと思っております。それでは本日は以上です。またメッセージください。